ごはっと。一応これでも修験道の行者やってます。お寺と師弟関係を結び、京都にある某本山で漱石を持っています。そんな私が駆け出しの頃体験した怖い話です。やっぱり修行をしていますとだんだん霊感がつくものです。入門して多少の修行経験を積み、お寺の師匠から、霊感がついてきたみたいだから外でお経を読むな、家以外ではお経を読むな、などと言われ出した頃です。性分的にダメと言われると、なぜダメなの?と思い、体当たりで戒めを破りなぜかを知りたがる性格。その頃は、あえて禁じられた外でもお経を唱えたりしていました。実際、やっている人はわかるかもしれないですが、お堂やお寺での読経と、外で漠然と唱えるお経では違うものなのです。神様仏様の前で唱えると気持ちが違うものなのです。ある休みの朝、とある神社へ行きたくなって、後輩を伴い伺うことにしました。ここで少し、その後輩と神社についての説明を。彼は会社員時代の後輩で、行者になった私に興味を持ってくれた人。行者ではなく、いわば普通の信者的な感覚の人です。そしてとある神社とは、私が行者になる前に行った場所なのですが、この時代、行者なんかやろうと思う私は相当なオカルト好きで、風水だとかにも傾倒していた時期がありました。その頃見つけた、いわゆる幽穴、パワースポットというやつです。その手の幽穴は神社仏閣になって守られていることが多く、いわゆる神域ということです。規模的には某県の県庁所在地、中規模都市を支えている幽穴です。多少の霊感がある人なら、近づくと耳鳴りが3日ほど続くような場所です。その後輩と車で2時間ほどの山の中の神社に到着し、過去に来た時よりも感覚を研ぎ澄ませ境内を散策し、幽穴そのものを見つけました。巨木。境内側から見えない裏側に回ると、外尾のようなものや石碑がずらーっと並んで、まさに幽穴そのものなのです。幽神社、かっこ水神も巨木の横にあり、ここだなと思いました。般若心経をおもむろに唱えました。そこまでは何でもないんですが、その帰り、取り寄せにして車に乗り込み走り出しますが、なんだか嫌な予感がしました。ブレーキがだんだんと踏み代が深くなって、最終的にはスコーンって感じになってしまい、おい、ブレーキが効かないぞ、などと話しつつ山道をハンドブレーキで進むのですが、なんだかさっきの悪感が大きくなってきて、何かに追いかけられるような感覚に陥りました。やばいなぁやばいなぁ、などと思いながら二股の道に、〇〇寺こちら、みたいな看板があり、寺に逃げ込もうと必死でそちらにハンドルを切りました。ふもととは別な道、だんだんと追いかけてくる感覚が大きくなってきて、感覚が具体性を持ってきます。とにかく恐怖。恐怖の塊が追いかけてくるような感覚に陥り、その感覚が精神というか心というか全身をだんだん覆っていくように感じました。ようやく着いた〇〇寺。ここはもう廃寺になったようなお化け寺で、お墓しかありませんでした。大急ぎで狭い山道を U ターンしましたよ。それまで自分だけこの感覚に陥っているかと思っていたのですが、ふと助手席の後輩を見ると、目をひんむいて口はへの字、体は硬直しているような感じ。同じ感覚に陥っているのが手に取るようにわかります。大急ぎで麓に降りて、山の入り口にある大鳥居を越えてからその恐ろしい感覚はなくなりました。後輩もやっと声を出せるようになったようで。なんかものすごく怖くて、声が出ませんでした。とのこと。俺もだよ。なんなんだあれ。と話し、麓にお寺を見つけたのでそこで一息つきました。と。これで終わりならばまだよかったのですが。そこからなのです。とにかくお互い家に帰ったのですが、なんだか虫が知らせるというか、
後輩が気になって電話したのですが、電話に出ない。何回も電話するのですが、出ないんです。二日後の夜10時くらいにやっと電話に出たのですが、出た途端に泣き出すんです。大の男が電話口で泣くなんて普通じゃないわけですが、様子がとにかくおかしい。聞けば、一人暮らしの彼は帰った夜から、家に一人でいるのが怖くて、繁華街を延々二日間歩いていたそうです。憔悴しきった彼に、なんで電話に出ないんだよ。こっちも気になってたんだ、と伝えますが。電話には出るなとずっと言われてたんです。と泣き出します。怖いけどなんとか出てみたんです。と、さらに泣き出す。こりゃもうつきものってやつだと思いつつも、師匠の言いつけ守っていませんから、師匠に相談できないんですね。今一緒にいるんです。一緒にいるんです。と、わけわからんことを言い出すので、こっちもわけわからず必死に、じゃあその人に電話代わって、と言ったら、もう霊媒なんでしょうね。親戚を壊しに来たのはなんでだ?と言い出すんです。そこで、そんなつもりはありません、と。そこからは奇妙な感覚になり、会話が成立するんです。そこでもう必死なんで、〇〇大明神様、私はバツバツと申します。三角寺で修行している行者で、壊しに行ったんじゃないんです。物見湯さんで行ったのはすみません、と伝え、まだ駆け出しの行者なんですが、一生懸命に観音経を唱えますからご勘弁ください、と、電話で観音経を唱え出すと、後輩がすごい声で泣き出すんですよ。唱え終わり、本当に申し訳ございません、と言うと、すーっと体からおかんがなくなって電話口の後輩も落ち着いた様子でした。そんなこんなで、すでに二日無断欠勤している後輩なのですが、翌日会って話を聞きますと、近所の神社に抹茶があるから挨拶に来い、みたいに言ってました。というので、その後輩の家の近所の神社に行くと、ありました。〇〇大明神。もう絶句なんですが、昨晩のやりとりは本当だったようです。般若心経を一貫唱えてご挨拶し、事なきを得ました。今では、良い経験をさせていただいたと思えるようになりました。あの時の私の話は仲間内で笑い話になっています。もちろん師匠にも、笑える話として話せる時期になった頃に話しました。ちなみに、当然ですが神様は私がお経を読んだから怒ったというわけではありません。ではなぜ怒ったかというと、本来神域、聖域なので、近づいちゃいけないところに、物見湯さんで行ったことで怒られたわけです。宗教的な隔たりで怒ったのではないですよ。逆に言えば、祝詞をあげる神道式でも怒られてたでしょうね。基本的に神仏は仲良しです。仲違いしているように思うのは人間の都合、宗教の都合であって、基本仲良しです。分け隔てなく広く信仰することは日本的な宗教観であり、どこどこの宗教に入信しなければダメ、みたいなのは、西洋の一神教の考えです。神社の神様は主に土地を守ります。極端な話ですが、神様によっては、自分の守っている土地の人以外興味がない神様もいます。ですから、ご利益があるからあそこの神社へお参りしよう、というより、近所の小さな鎮守神社の方が祈願が通りやすいかもしれません。逆によその土地に行く場合、例えば営業でその地域担当になった場合、その地域の鎮守様に一言、お邪魔します、みたいな挨拶は有効です。また、基本的に神社の神様は、日本人以外に興味ありません。しかし、仏教の仏様は人種や土地に関係ありません。ただ、日本でお祭りされている仏様は、日本を守ることも念頭に置いていますから、神社の神様と協力関係にあるのは言うまでもありません。さて、後日談になるのですが、九段の後輩は神仏の怖さを知ってからというもの、
困ったことがあると、その神様にお願い事をしているようです。でもって、とうとう心願かなって来年結婚するようです。呪いの力。知り合いの話。彼女がまだ幼い頃、父親が約束をすっぽかして登山に行ってしまったらしい。癇癪を起こした彼女は父親を呪うことにした。藁人形が欲しかったが、手に入らなかったので、遊ばなくなった布人形に父親の似顔絵を描いて代用品にした。手や足に針を突き刺してひねり回していた時のことだ。いきなり人形が、目の前でぺしゃりと潰れてしまった。中身の綿が飛び出すようなひどいありさまで、遊び半分だった彼女は思わず泣き出した。人形はそのままおもちゃ箱の底に隠してしまった。数日後、帰宅した父は九死に一生を得たと興奮しながら話してくれた。高い岩壁を登っていると、突然手足に激痛がして滑落してしまったという。下の岩場に叩きつけられたのだが、不思議なことにかすり傷だけで済んだのだという。一緒にいた仲間たちは口々に奇跡だと言っていたそうだ。彼女は人形のことを両親には話せなかった。人形に描いた父の似顔絵を消すと、こっそり幼稚園の人形供養に出したという。以来、彼女は人を意識して呪わないように注意しているのだそうだ。この彼女、何か不思議な力を持っていたのは間違いないようで、私たちがキャンプ中にやぶかに悩まされていると、うるさい。と一喝。するとあれほど耳障りだった蚊の葉音がその夜はもう聞こえなくなったのだ。追い払ったのか、はたまた、呪ったのか。彼女の初めての呪いの話を聞いていただけに、うすら寒いものを感じざるを得なかった。やはり彼女の言動には、何か呪いに関わる特別な力があるのだろう。そしてその出来事以来、彼女は仲間たちから F の念を込めて、こう呼ばれるようになった。人間蚊取り線香。と。